若い頃からね、はい、宮城長純先生が亡くなってから世界各国を歩いて、うん、北海道から最初両先生見つけてやろうと言って旅立って、うん、北海道から台湾、香港、中国の、うん、それから外国行き始めた、はい、本当にアジアの中心ですからね。だから家内には相当心配だったな。貧乏で彼とは貧乏の神なんですよ。空っぽの手な空っぽの手なんですよ、はい、沖縄の言葉にあるんですが、はい、沖縄の言葉わかる？ちょっとしかわかりません。狭くとばこっちは。ティーヤ貧数の神って。わかりますか？なるほどね。ティーヤ貧数の神。カルテア貧乏の神。カルテメシクエント、なるほどね。ティーヤ貧数の神って僕らの時代はそうだ。いや、何も満たせませんからね。老いもさえできないんだから。うん、手ばっかしてそう教育が。教育だからね。私これやったのは。王様のあれですよ、護衛なんですよ、護衛ね。結局これ護衛ということで、警察官みたいなもんでしょ。ねあのヒゲがそうですよ。ああ、あのヒゲが。最後の招待用のあの。ああ、さっきのヒゲの。はい、なるほどね。それの弟子が僕の先生ですね。あれ、島田先生の飲み物は、はい、あのジェットギャーとかジュースとか。いやいや、いいよ、大丈夫。もっともっとその士族のたしなみ、王族のたしなみというだからやっぱ子供の時にしっかり鍛えて結局は聞いて結局何もないって言ったのは彼女だけどあれさ警察官で雇われてるんですね。あの王様に防衛さな多分鍛えて鍛えて鍛えてそう身内を守る自分を守る使わないのが上等ですよね。しかし沖縄の空手がね、まあ、グリーンベレーとかで使われてるんですね。すごいですよね。沖縄の武器とは言わないですよ。武具なんですよ。武具って言ってこれドンになってるんですよ。武器は尖ってるんですよ。一度物を刺してる、ね、確かに沖縄の武具はドンになってるから人を刺してるんですよ。僕はニュージーランドでね、はい、魔王族が舞台に上がってきてやろうかって、はい、槍持って彼はもう狩りが専門狩りだと思う。そうかとここで犬すごいしたら見るとこれないから、はい、よしやらんといかんと。あんたたちのものを殺傷するんだ。僕の持ってる僕はどんどんものを殺傷しない。しかし僕は今日は君とやるのには空手でやろうと捨てて、うん、その方が見栄えがあると思うから、うんうんうん、島の人たちも喜ぶはずだ、はい、これ君はどこを突くのかって言ったら、やっぱり水を吸っていくわけです、うん、なるほど、急所でしわかったね。あんたはどこを殴るんですかって、いや違う沖縄の空手は相手が出てきたのを受けて返すんだと、うん、だからどこを殴るんだとは言えない。素晴らしいですね、この考え方。よし、やろうって、うん、ひっくり返して、なるほど、これで終わったもんだな、もう失格されて200万のあれ、翡翠をもらってきました。ああ、すごい。那覇で判定させたら200万だった、うんうん、だからあれこれはもう人にあげちゃいかんなと思って。これがねパイオニアなんですよ、うん、なるほどね。だから今でこそ空手は世界中に広まってて、ね、うんうん、尊敬されて、あすごいな空手ってすごいなって、当時は空手って知られてないですから、うん、知られてないからみんなが出てくるわけですよ、うん、やろうか、ね、実際に腕で見せないと先生みたいにこう倒して見せないとみんなわからないわけですよ、その価値が。だから大変な時代だったんです。すごいですね。万年先生僕は先生はやっぱしめちゃくちゃ好きだったんですか。めちゃくちゃこの格闘とか好きだった好きだったんですか。もともとこういった経験家とか空手のですね。ちょっと聞こえないな。喧嘩とか、うん、要するに空手のこの間好きだったんですけど、もともといや僕は結局親の代々の次で後継ぎ。刀って分かりますか。信濃の刀、空という字。ああ空ね。刀ディパチューっていうのはうちのおじいさんなんです。だから刀伐屋って家の名前が刀伐屋なんですよ。刀伐屋、はあ、もう有名な武勇伝のうちなんです。おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんじゃないか、はい、全くことが思い取らせたよね。
5歳と3歳の違いだけども。だから、未熟児で生まれたもんだから、親父はびっくりして、台湾に移民で行ったんです。そして5歳から学ぶわけですね。なるほど。そしたら、運動会に一番になったら、親父が指揮官隊で、もう隣近所を呼んで、みんなおいらしい。そうすか。未熟児が一番になったんだから。で相撲を取らして、これは大したもん、確かにね。僕に勝つやつおらなかったんです。僕らの時代には、あの正妻武将というのがあるんですよ、学校に。これ先生より大きいんですよ。これがね、運動会に、おい中本、お前今度一番になったら殺してやるよ、三番になりなさいって、はい。しかし運動会になったもんと忘れて一番になってね、帰るって言ったらもう入道雲が立ってるんですよ。こっち来いって思うんだからびっくり震えていってね、はいって言ったら寝なさいって、寝たらまたいで。いや殴ってるわけです。都市国国民学校だから田舎なんです。みんな草が生えてるわけ、草をむしって鼻に突っ込んだつもりだが、どこに突っ込んだのか、あんな大きい人が泣いて逃げてね、あれから喧嘩が好きになるんですね。ああ、なるほど。それが原因なんですか。生意気なやつは殴るぞ。なるほど。永年生で、どうぞ。はいはい、ありがとうございます。小学4年生で、あの、制裁募集をやってきましたからね。これだけデラックスして。まあ、戦いを学ぶという、生き残る術ですよね、やっぱりちゃんと自分も守れないといけないし、これは、これはいや先生は僕はこれも思います。いや違う違う、みんなと一緒に寝るんです。ちょうどで、はいちょうど、はいはい、飽きてください。はい、一応、はい。